センジャーとバルデス先発で始まった今日の試合です。1回の表、大島センターフライ、江越が向こう向きジャンピングキャッチをします。その後は遠藤、空振り三振です。メッセンジャーがまず初回立ち上がり0点に相手を抑えました。1回の裏、バルデス、江越三振、原口三振と、こちらもランナー2人許したんですが、いい立ち上がりを見せました。4回の表、メッセンジャーの好投シーンがここで見られます。3者連続三振、遠藤、平田、そしてビシエド、3者連続三振、2番3番4番きっちりと三振に取りました。4回の裏、江越です。これがチームの初安打、左中間の三階席、先制の6号ソロホームランです。1対0タイガース先制点。この後は6回です。福留、ライト後方への大きな当たり、まあまあですと本人は言ってましたが、第8号追加点のソロホームラン、2対0。7回にはチャンスに北条です。2アウト2塁、打球は左中間へ、破りました。タイムリースリーベースヒット、1点を追加、3対0。8回にはゴメスが打ちます。ワンアウト一塁三塁、三遊間の真ん中抜けていきました。4点目、ダメ押しとなるタイムリーヒット。9回メッセンジャー完封狙いましたが、ナニータの大きな当たり、ライト後方へのタイムリーヒット、1点取られてピッチャー交代。最後はマテオが、1点許しましたが後続をしっかり抑えました。メッセンジャーマテオのリレーで2点に抑えてタイガース今日のゲーム勝利しました。というゲーム展開でタイガースが今日勝利したんですが、篠さん、メッセンジャー完封を逃しましたけども、はい、金本監督はちょっと9回勝ち急いだかなというふうにおっしゃってました。いかがでしょうか。